結局、あ、いや、とりあえずっぽくてね、あのね、私気がついたんですよ、ナビ音消してる。スマホの、そういや、オートサイレントにしてるから、そういや、一切ナビしてくれてねえなっていう、ナビ開始ボタン押したはずなのに、そういうことです。よいしょ。トイレ、トイレ、トイレ、トイレ。トイレとナビを設定しましょう。トイレ、トイレ、トイレ、トイレ。トイレ、トイレ、トイレ、トイレ。ちっちゃいな。本当にトイレと自販機オンリーって感じか。ちょっと設定していきましょう。さあ、トイレ返してきましたけどね、いや、さすが、結構山の中なんでしょうね。まあ、人の数よりも圧倒的にバッタさんが多くてね、びっくりしましたね。まあまあ、すごい数のバッタさんいましたね。あと、セミさんも結構いましたしね。さすが、明かりのところに寄ってくるんでしょうね。山の中のパーキングエリアあるあるですけどね。ちょっとさすがに、虫が苦手な人とかだとね、なかなか大変かな。まあ、うち、まあ、ゲジさんとかいなかったんでね、まあ、全然大丈夫かな。バッタさんだったら大丈夫かなって感じなんですけどね。なかなかな具合で引っ越されましたね。で、まあ、一応ブラックコーヒーだけ買ってね、まあ、さっきね、入ってくるときにちらっと見えたと思いますけど、まあ、こんな感じで、もう、特に特筆、トイレがバーっとあって、でそこのところがね、インフォメーションがあって、でちょっと先の情報とか見えたりして、で、奥に自販機があってね、って感じですね。コーラのね、自販機もありますけど、隣のね、ライトついてないボスの自販機、サントリーのやつが、こっちの方がね、キャッシュレス対応だったんでね、ワンを使えたんで、ワンで買ってきましたよ、というような感じですね。移り悪るボス。ブラック。ぐらいでだけでね、ブラックボス。まあ、これを飲みながらね、先を進めようと思います。で、多分、案内にあったのは、この先に、道の駅が、パーキングエリア代わりに作ってあるような道の駅があるらしくて、園部ですね。園部。この前、駅前降りてちょっと歩きましたよね。あそこの、近くにインターがあって、で、そこの近くのところに、道の駅あるらしいんですけど、多分、道の駅内で多分、この時間は、営業施設は何もやってないと思いますんで、まあ、トイレもできましたし、先に進んでいきたいと思います。さあ。さてと、進もうと思いましたけど、マイナートラブルに巻き合ってきまして、私、これ、新しく買ったメモリーカード、前の、応援、丹鉄大江駅とね、名鉄大江駅間違えてしまったっていうのでね、ちょうどこっちの方、タンゴル来た時に、から使い始めたメモリーカードを今使ってるんですけどね、データの消し忘れがありましたね、そのデータを、その SD、ね、このビデオカメラで撮ったデータを、一旦ハードディスクにね、移して、管理していくんですけど、で、ハードディスクには移し終わってるんですよ。ただ、移し終わったのを確認して、ちゃんと移し終わったかな、そのデータで、転送時にエラーが出てないかなっていうのを確認してからメモリーカードを消すんですけど、その確認して消すところを忘れてましたね。なんで、メモリーカードにその前のデータが十何時間のデータが残ってるんで、今はまだもうあと残り4時間ぐらいしか取れないって今出とったんで、ちょっと今焦りましたけど、とりあえず、他のね、SD カード今とりあえず差した17時間残ってるのが1枚見つかったんで、まあ、他にもね、4枚ぐらい持ってきてるんで、まあ大丈夫でしょうということでね、ちょっとそれをだけ確認しないとね、いざ着きましたけど、動画撮れませんってなったらね、4時間って言ったらね、今からまだ、こっから2時間 ?3 時間近くかかる計算なのか、今2時39分、5時39分ですよね、その。そうするとね、ちょっと話が変わってきますからね。道中なんて撮ってる場合じゃねえよ、おめえ。3人、3台、4人、ぐらぐら回してんじゃん、ボケーってなりますからね。危ねえ。まあまあ、とりあえず、その朝になってしまえば、何かしらね、お店が入っておって、SD カードを調達できると思うんですけど、
だ32ギガの買っちゃうとね、まあとりあえず 2,3 時間の時間潰しにはなるんですけど、コンビニとかで売ってるやつの32ギガとかなんですよね。で結局まあまあ4値段になっちゃうんで、コスパのこと考えてもね、ギガ当たりの、で、これが気になった。